2022年競輪界のナンバーワンを決める頂上決戦、競輪グランプリ2022、人力最速のバトルを制するのは誰になるのか、まもなくスタートの時間が近づこうというところです。このレースの解説は2005年にこの平塚競輪場で競輪グランプリを制した加藤新平さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、各選手がコンセントレーションを高めていきます。初出場から連覇のかかる古性もいます。そしてこの森沢、短期勢も侮れません。松浦は4年連続4回目の挑戦、そして平原は歴代2位となる10年連続出場です。そして今回は大きなチャンス、新田雄大、グランドスラムを達成しました。さらにグランプリも勝つことになるのか。そして佐藤慎太郎は勝てば最年長記録更新です。そして脇本雄太、勝てば年間賞金3億円、そして57年ぶりに年間最高勝率を更新します。多くの記録がかかっています。誰が勝ってもおかしくありません。9名の選手が集中力を極限まで高めて戦うこの頂上決戦、果たしてどんなドラマが待っているのか。徐々にハンドルを握っていく9名です。森沢太志、3年連続3回目のグランプリ、今年は結果を出せるか。体勢整った、号砲が鳴ってスタートを切っていきます。競輪グランプリ2022、競輪は残り2周まで先頭誘導選手を追い抜いてはいけないというルールがあります。また各選手が自身の特徴を生かし最大限の力を発揮するために、地区の近い選手同士で連携して戦うという側面があり、これをラインと呼んでいます。そのラインが徐々に出来上がっていこうというところになってきました。まずは先頭誘導選手の後ろに3番赤のユニフォーム、青森の新山恭平がつけました。今年 G1 初めて優勝して、その夜はカップラーメンを食べたという新山恭平です。この後ろオレンジのユニフォーム、7番福島の新田雄大、最近はサウナにはまっています。自宅にサウナを作りました。青のユニフォーム4番秋田の森沢太志が3番手です。70歳まで現役を続けるのが目標と話します。この後ろ8番ピンクのユニフォーム、福島の佐藤慎太郎が続いて、さあ加藤さん、北日本勢4名のラインが前段になりました。はい、これ特に新山選手、もうやはり冒頭の記者会見でも先行を明言していましたので、はい、もうこれ誰にも前出させずにそのまま先行という可能性出てきましたね。はい、そして5番手の位置です。2番神奈川の郡司浩平、黒のユニフォーム、4年連続4回目の出場。今回のグランプリの作戦はドントシンクフィール、ブルースリーの境地に立って頂点を目指します。そしてこの後ろ短期の競争、6番埼玉の平原浩太、緑のユニフォームです。さあ、そしてここで5番の松浦が早くも短期で上がっていきました。スイーツが好きでケーキをプロデュースしたこともある松浦が2番手外並走。さあ加藤さん、これは動きありましたね。はい、これも動きありました。やはりこれ道中から新田選手のところに競りかけに行くという、はい、これはもう本当気さくに出ましたね。宣言通りということですね。はい、さあ、そして後方に構えているのが紫のユニフォーム、9番福井の脇本雄太です。うん、オリンピックを経験してどんなレースでも緊張しないというふうに話していました。強靭なメンタルを持っています。この後ろ白のユニフォーム、1番大阪の古性優作、2年連続2回目の出場、昨年グランプリ初出場で初優勝を飾って連覇を狙います。さあ加藤さん、はい、まずはこの北日本勢の2番手の位置を早くも松浦が狙っていくというようなレースになりました。うん、そう、こうなると、はい、新山選手がこれやはり新田選手がこれ、はい、番手に入らないと意味がないわけで逃げて、はい、うん、これはね先行しづらくなりましたね。なるほど。うん、さあ、そして現在はその赤のユニフォーム新山の後ろに5番の松浦が入って、この後ろに新田がいるというような展開になっています。他の2人の短期勢、郡司そして平原はどうしますか。これ初手からやはりあの5番の松浦選手が競りかけるというのは想定外だったと思うので、はい、ここ動かなければこれ6番手以降という形になってしまいます。はいはい、前がもつれれば紫のユニフォーム脇本にもチャンス出てきますね。そうなんですよね。あと短期勢が脇本選手が仕掛ける前に、はい、これ仕掛けるかどうかというのもポイントになってくる。なるほど。仕掛けるとしたら郡司か平原かということになりそうですか。はい、さあ現在先頭誘導選手の後ろ3番の新山が少し前と車間を空け始めています。
その後ろにはまだ松浦が入っている形になって、7番の新田は3番手でじっとしています。さあもう1回番手に追い上げるようなことがあるんでしょうか。まもなく残りが2周というところで、さあ3番の新山がここでペースを上げて、そして外にオレンジのユニフォーム新田が追い上げてくる。さあ松浦は下がって3番手だ、下がって3番手、この後ろに4番青のユニフォームの森さんになった。じっくり後方で様子を伺っているのは9番の脇本がさあペースを上げていく、脇本がペースを上げていく。さあしかしここは3番の新山が一気にペースを上げて2番手、7番の新田、その後ろ4番の森沢、そしてここから脇本が来た、脇本がねじ捨てるか。しかしここは新田が合わせる。しかし脇本が出た。後ろは故障、さらには軍事、脇本故障軍事の一着争いだ。さあ直線、脇本か、後ろから故障、脇本か。どうだ、最後は脇本か故障か。脇本手を挙げた。年間賞金3億円、そして57年ぶりの年間最高勝率を更新したか。最速最強はこの男にこそふさわしい脇本雄太、ついにグランプリに手が届きました。加藤さん、はい、すごいレースでした。そしてすごい足でした。このグランプリのメンバーの中でも力でねじ伏せにいった、はい、素晴らしいかましだったと思います。そして力でねじ伏せました。これバンテル故障優作が1周半ぴったりマークからさせなかったということで、はい、もう完勝ですね。いやー、この脇本故障、最後は接戦のようにも見えたんですが、いやー、わずかに脇本が抑えきっています。そうですね、本当に無我夢中という感じだったんですけども、まあ、自分の仕掛けて、まあ、信じて、まあ、勝てるところから信じていったのが、まあ、うまくいったのかなというところですね。まあ、そうですね、新山君が前受けしたら、まあ、自分は、まあ、いけるところから仕掛けるところなんですけども、それを躊躇なくいけるかどうかがポイントでしたね。まあ、そうですね、松浦君の動きがちょっと意外だったなというふうに思ったんですけども、まあ、自分の中では冷静に仕掛けることができたのかなというふうには思っています。いや、もうジャンのところで必死に踏みすぎていて、まあ、後ろから抜かれるのかなというふうにはちょっと心配してたんですけども、まあ、それでも、まあ、抜かれたとしても小翔君とワンツーですし、もう最高の形だったんじゃないかなと思ってます。まあ、あまりちょっと今実感ないですけども、はい、素直に嬉しいです。ありがとうございました。競輪グランプリ2022、見事栄冠を勝ち取りました脇本雄太選手です。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。さあ、それでは脇本選手のシャンパンファイトに参りたいと思います。では脇本選手、1本2本前の方にお願いいたします。脇本選手、私のシャンパンファイトですの掛け声で勢いよくお願いいたします。それでは参りましょう、脇本選手によるシャンパンファイト。